ズニャッタにはできないことができる、このキャラは。キーコはね、強いんだけどね、真に差がある試合だと勝てないんだよな。なんかやっぱランクめっちゃ上がりやすくなったよね。本当に前の合ってた？こんな勝ち方だったらさ、絶対上がんなかったよね。今ゴールド2とかじゃない？ゴル2です。ゴル2、ゴル2、ゴル2。なんかプラチナからやばいんでしょ今。ちょっと楽しみなんだけど、プラチナから急になんか無差別マッチになるって聞いてるんだけど。あと2ランク上がったら無差別級に放り込まれるってことでしょ。まあでもこのゲームは通報のボタンを押したらちゃんとバンされるからね。やっぱそこはすごいと思うよ。ちゃんと通報ボタンが押しても意味がある状態であるってことは、それはすごく大事だからね。通報ボタンがハリボテのゲームもあるから、それを考えたら全然あら素晴らしいことだと思う。プラチナになると無差別級マッチになるって噂があるね。対面割ってるらしいけどね、それマジらしい。でも全部らしいなんだよ。我々はその噂を確かめるべくこの深淵の森に入っていったのだった。ロードホック、モイラピック、もうそれだけですごいこう深い何かを感じる。この人はオーバーウォッチやってて本当に楽しんでいるのかなって不安になるわ。モイラやってる人って俺背負ってるイメージしかないけどな。ロードホックって名前でしょ、絶対背負ってるって。全てを背負いながらプレイしてるだろ。俺が全て倒せばいいんだよ。ズニャッタにはできないことができる、このキャラは。え？キーコはね、強いんだけどね、真に差がある試合だと勝てないんだよな。ゼニャッタがね、スーパーキャリーなんだよ、結局サポートは。ゼニャッタマジ最強だよな。最強だけど最弱なんだよな。マジで1か0みたいなとこある。相手の DPS うまいな。燃え盛る。おれいいね。ゼニャッタが最前線で全員ぶっ殺せば勝てるんだよね、このゲーム。ゼニャッタが一番倒すの。ゼニャッタはチェンバーみたいなもんだから。よし、おしまいだ。俺たちのチームは終わりだ。移動メーカーが止まらないもん。移動はやったけど、くそー、雷打ちになっちゃったかな。うわー、相手が暴れてたらサポートが止めるんだよ。移動を下げて源氏か、よかった。もう一人が源氏出してきたら やばかったけど、これだったら止まるんじゃないか。
間に合わないっしょ。だってもうそもそもウルトが。あー、サージュナミだな。え、この阻害はやばいか。ナイス。ふぅ、勝ったー。やったぜ。俺なんだ。プレイオーザーゲーム、めっちゃプレイオーザーゲーム取れるじゃんこのゲーム。どうなってんだ。死ぬほど POTG 取れるゲーム。あい！大乱闘スマッシュブラザーズみたいな、なんか試合だな。最後ワンチャンなくしたいな。あ、やばい、危ない危ない。あー、それやばいかも、それマジやばいかも。あぶねー、凍って回られて死ぬ未来が見えたわ今一瞬。2階級特進した。なんかやっぱランクめっちゃ上がりやすくなったよねこのゲーム。本当に前の合ってた？前さ、こんな勝ち方だったらさ、絶対上がんなかったよね。絶対変わったよね、このゲーム。変わったっていうか、なんかおかしかったよな、前。